はい、今日は餃子の王将で餃子の食べ比べにやってきました。これが肉焼き、じゃあこれ両面焼き、これが両面焼き、どれどれ。あ、両面焼いてる、両面焼きで具だれ食べるわ。これが普通の、普通のやつで、これがよく焼き。どれが一番美味しいか、まずは普通から。あ、このパリパリがいいよね。早速いただきます。この中のジューシーさと、この柔らかい生地感とパリパリ感、この3つが重なってうまっぴー。続いて両面焼きをいただきます。どれどれ、噂のお味はいかに。うん、むっちゃサクサクやねんけど、王将感が全くないね。これ揚げ餃子みたい。次は定番のよく焼き、これ見てるだけでパリッパリ感が伝わってくるかな。くるよ。いただきます。サクサクで超うまい。これ生地感は味わうなら、カリカリ感は味わうならよく焼き、なんかもうカリカリしたものが食いたいなら両面焼き。傘がちょっとちっちゃくなってる。普段はやっぱよく焼きちゃうかな。具が一番か。やっぱりカリッとして美味しいけど、王将さはなくなってしまってる。両面焼きはちょっと最初は美味しいけど、餃子感がない。揚げ餃子。結論、普通が一番、たまによく焼き。